こんにちはラト、えー、フットボールクラブでございますさあこの時間は、えー、J2 第7節またやっていきますよ。プレビューを、えー、行っていきたいなと思っております。42節ですからね、全部で。だから6分の1終了っていうことになりますね。えー、第7節でございますが、えー、こんなゲームが用意されておりますので、えー、皆さんとちょっと、えー、見ていきたいなと思っております。それでは一覧ご覧ください。どうぞ。ということで、えー、4月の10日の土曜日に5試合。 そして11日に6試合、えー、用意されておりますが、えー、10分動かすの忘れてましたねじゃあいきますよ、<laughs> その辺はフレキシブルにやっていく平田フットボールクラブ、えー、一覧ご覧いただいてはいいご覧たただきましたね戻ってきた、はい、10分。 スタートこんな時もあっていいんじゃないでしょうかね。さあということで、えー、4月の10日、えー、土曜日ですがまず一番上から見ていきましょう。えー、6位ブラブリッツ秋田と、えー、大宮ですね12位大宮アルディジャとのゲームということになります。まあ、えー、秋田はまあ前節敗れましたがまあもちろんこれ戦い方はもう秋田の戦い方があります。えー、本当にもうコンパクトにそしてどん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 プレッシャーをかけていくという、えー、秋田の戦い方ありますが大宮やっぱりちょっとこの、えー ここ最近の2試合見る限りは結構組織的にもえ落ち着いてきてビルドアップも落ち着いてきてという中でその秋田のプレッシャーを受けた時にえ大宮がどんなゲーム運びをするのかうまくそのえプレスを回避して持っていければえ大宮のペースになっていくのかなという感じで結構その辺りのこのペースの握り合いちょっと見ていきたいなと思っております。 13位群馬は14位長崎とのゲームということになりますともに開幕戦勝利してその後ずっと勝利がなかったわけですけども両チームともその6節に勝利したチーム同士の戦いということでここでもう一つ勝ってリズムに乗って順位を上げていきたいということになってくると思いますこの対戦成績なんですが通算。 え群馬から見まして1、えー、勝1分け10敗ということでかなりこ,のこれまでは長崎に非常に分があるえ対戦ということになりますが群馬はホームということで、えー、まあ連勝を狙いたいですし長崎も。 え前節勝利しましたのでこのまま波に乗っていきたいところかなというまあ両者にとって大切なゲームかなという感じがいたしますさあそして5位候補は17位ギラバンツ北九州を迎えてのゲームということになります、えー、候補はここ2連敗ということになっておりますが 非常に攻撃陣は面白いというか、まあ、昨シーズンと比較しても本当にこう主体的に自分たちで崩すような支援は増えていっているのかなという部分で攻撃が非常に面白くなっておりますのでこれは逆に北九州がちょっとこうカウンターを狙うような、えー、そんな形を見せていくのかなというような予想もしております。えー、北九州もここ4戦負けなしと いうところではしっかりと戦えているのかなという感じがいたしておりますがさあどんななゲームになっていくでしょうか8位、ジュビロ・岩田は19位、松本を迎えてのゲームということになりますがこれもねあの、えー、前節どちらも勝利しております松本にとっては今季初勝利という中で、えー、大事なゲームになってくるのかなと。 えここで連勝できると本当にどっちそのか連勝したチームが乗っていけるのかなという感じがいたしておりますがえ松本はまあえ5節までは5試合で1得点しかできてませんでした前節は3点取りましたという中でこのジュビロホームのゲームで松本がこのまた得点を。 前節よりいい形で点が取れるのかというところは注目していきたいですし、まあ、ジュビロ磐田もここは上を狙っていくためには、えー、しっかりと勝っていきたいゲームかなと。 いう感じがいたしておりますさあそして十五位東京ベルディは二十、えー、位山口を迎えてのゲームということになります、えー、ベルディも前説、えーまあ、前,前説、えー、新潟に敗れて前説は水戸に二対一で勝利したさあこのゲームは、まあ、ホームで連戦ということになりますからこの勝利をつなげていきたいということになります山口も組織的に戦えて、まあ、大崩れしないような、えー、チームになっていってますので この辺りは山口もぐっとこう戦えれば勝機、えー、が見出せるのかな特に前線4人は非常に迫力のある攻撃も出せていけているという感じがいたしますので結構拮抗したゲームになる可能性十分あるかなという感じがいたしておりますさあそして日曜日4月の11日ですけれども、えー、まずは山形新潟というゲームになります、えー、山形の方は、えー、4戦勝利がないと いうことになります、えー、新潟はやっぱりあの、まあ、充実してますし非常に攻撃陣迫力ある、えー、いい形でゴールまで持っていけるという術がありますので山形この辺り、えー、しっかりと守りながらただ山形の攻撃がこれねもう,もういつでもこう着火しそうな感じはあるんですけどねこの中でどうなっていくのかなと。 いう感じで、まあ、もしかしたら新潟がこうペースを握るような展開になっていくかもしれませんが、えー、その辺りは山形の攻撃も、えー、楽しみにしていきたいかなという感じがいたしておりますさあそしてえ今節これなかなか楽しみじゃないかなという感じがいたしております7位水戸ホーリーホックホームゲームそしてえ迎えるのが2位の FC 琉球ということになりますえー水戸は前節エベルディに敗れましたただ敗れましたが前半は えー、水戸のアグレッシブさがかなり出てましたが、えー、敗れてしまった、えー、秋葉監督のちょっと悔しい表情もありましたという中では、えー、水戸のアグレッシブさが、えー、出るシチュエーションになってるのかなそして相手はまだ負けていない FC 琉球これはもう水戸が、えー、燃えてくるシチュエーションかなと。 いう感じががしますがただ、FC 琉球もえ本当にまあ2位ですし負けていないプラスえここまで6試合戦って失点が3だから、ただ単にやっぱりこれまでのえ、えー、FC 琉球のイメージプラスやっぱりちょっと守れるようにもなってきているというところでは今シーズンの充実度もありますし結構面白いで,で前線には えー、本当に、えー、こちらには中山選手がいます水戸には、えー、琉球に阿部選手がいますというこの、えー、前線のフォワード対決みたいなところも面白いですし、えー、結構、あのー、ゴール前のシーンが多くなりそうな、えー、そんな雰囲気もしております、えー、水戸琉球これ結構面白いと思っております。さあそして、えー、9位位のの栃木 SC SC は、えー、18位ですね、SC、相模原の え迎えてのゲームとというこになります栃木は3連勝いたしておりますが、まあ、どちらも基本的には、えー、守備がしっかりとしているチームというチーム同士の戦いになりますがこの守備のやり方が。 まあ全然違うというか栃木はどちらかというとこうプレッシャーをどんどん前からかけていくような、えー、相模原の方はどちらかというとこうちょっと人数をかけて守るようなその守備のやり方の違いだからあのよくこうポゼッション率みたいなところをえ比較するようなところもありますがこれはねそポゼッション率っていうよりも どちらかというと陣取り合戦みたいなあのどちらの陣地であのサッカーをやっているかっていうのを見ていくと結構面白いんじゃないかなっていうそこは僕ちょっと注目どちら陣栃木陣でゲームが行われているのか相模原陣でゲームが行われているのかというところでゲームのこのペースを見ていくのがちょっと面白いんじゃないかなと思っておりますさあそしてこれも結構楽しみなゲームですね11位位と4位京都 これ結構また面白いんじゃないかなと思っております。えー、まあ、京都ペースになっていくのかな、ということが予想できますが、え、町田勝利したときは、まあ、ここまで2勝、分け2敗ですけども、勝利したときは、 プゼッション率が実は、相手より下回ってるという、えー、上回った時は勝利じゃなくて下回った時に町田が勝つという部分ではこれ京都がペースを握る可能性は高いですがそういう時ほど町田の良さがさらに出る可能性も十分あるというところでは京都ペースに見えてもじゃあ結果はどうなっていくのかというのが分からないというそこが面白いですね。で結構あの かなりどちらもアグレッシブにいく感じですから、ボールもかなり行ったり来たり行ったり来たりするような、えー、そんなシーンも増えそうなゲーム、そして組織的に戦える、えー、チーム同士ですから、そのあたりはかなり面白いゲームになる可能性十分かなという、えー、この町田京都も注目していただきたいと思います。 さあそしてえ3位金沢はえ21位ジェフユナイテッド千葉を迎えるのゲームということになりますえ金沢の方は開幕戦は敗れましたがその後負けなしえ3連勝えかなりこう充実してるから順位も3位と。 いうところでは、えー、やっぱり今シーズンの金沢ここまでいい戦いを見せているのかな。だからこう一辺倒じゃなくて、いろんな戦い方というか、えー、まあシチュエーションが変わっても勝ってい,ていけてるというところは金沢の今季のここまでの良さかなという感じがいたします。えー、千葉これまあ難しいと順位がね気が付くば二十一位そして二連敗というところですが、えー、前節見てると攻撃のシーンもかなり増えてきてるというところ、そこと順位との の兼ね合いそして金沢3位これどんなゲームになっていくのかなもしかしたら金沢がうまくこうゲームをコントロールするようなところもあるかもしれませんが、えー、千葉の攻撃もちょっと楽しみにしたいかなというところで千葉はやっぱりこう趣味の、えーまあ、硬さというか戦い方はありますがそこをどっちに比重を持っていくのかどっちに持っていくのかアディショナルタイムでございます。 えー、この神沢千葉も、えー、注目していただきたいと思いますラストえー、22位愛媛と、えー、10位岡山とのゲームということになります愛媛の方は、えー、まだ勝利がないと今季勝利がないということになりますそして、えー、まあ、3連敗というところでまあ、ゲームの中でこう この,の部分部分とか時間帯で非常にいいコンビネーションを見せたりとかいうするシーンもありますが、なかなかえ勝利に手が届いていないということもあります。ただ、ホーム連戦ということもありますし、なんとかえここで勝利を上げたいというところになりますが、迎えるのが岡山ということで、岡山の方はえ失点が2ということで、愛媛は勝利するためにはこの失点2の岡山から、いかにゴールを上げることができるかと。 そこに注目になってくると思いますが、まあ、岡山も、えー、失点は2というものの、えー、成績的には、えー、2勝2分け2敗ということで岡山は勝利するためにやっぱり相手の愛媛のネットを揺らしたい。 えー、そういうところでどちらが相手のネットを揺らせるのかもしかしたら先制点が、えー、非常に大事なゲームになってくるのかなと、えー、そんな感じがいたしております、えー、最後に少し順位表をご覧いただきながら、えー、こんな感じでございまして、えー、まだ以前、えー、新潟、琉球、えー、負けていないと いうことになりますが、えー、この第七節、えー、どうなっていくのか、こでこれが続いていくとね、今度上位陣同士の戦いというのが多分こう出てきますから、そのあたりも、えー、どんどん楽しみにしていきたいかなという感じがいたしておりますが、えー、この第七節のゲームも、えー、ぜひ注目していただきたいと思います。えー、今回は J2 の第七節のプレビューをお送りいたしました。失礼いたします。 皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。